こんにちは。今回は七隈線延伸区間の開業について見ていきたいと思います。福岡市地下鉄七隈線が3月27日天神南駅から博多駅約 1.6 キロの延伸区間が開業しました。七隈線の駅から博多駅行くには天神南駅から天神地下街を約600メートル歩いて空港線の天神駅で乗り換える必要がありました。一方、延伸区間開業後は福岡市の2大拠点である博多と天神が新たな路線で直結し、利便性が大幅に向上しました。今回の延伸の大きな効果が、博多駅と住宅や大学が集まる福岡市南西部の間を乗り換えずに直通で行き来できることです。これにより七隈線の各駅から博多駅までの所要時間は約14分短縮されます。地下鉄空港線と七隈線が初めて一つの駅で接続し、博多駅では改札を通らずに約150メートル先の空港線に歩いて3分で乗り換えられて、福岡空港へ行くのも便利になります。この乗り換えにあたって福岡市地下鉄で初めて動く歩道が設けられました。延伸区間の建設費はおよそ600億円で、福岡市は1日あたり8万2000人の利用を見込んでいます。七隈線は2005年橋本から天神南を結ぶ12キロが開業しました。天神南から先の博多方面へは2013年から工事が開始されました。2016年に博多駅前の陥没事故があり、延伸開業は2年遅れとなりました。博多駅構内には道路陥没事故の解説もあります。今回延伸された天神南駅と博多駅の間で唯一の新駅となったのが櫛田神社前駅です。この駅でも乗り降りする人が増えて、周辺に経済効果が波及することが期待されています。キャナルシティ博多では施設内の20店舗以上が3月27日から4月9日まで限定のセールを始めました。キャナルシティ博多は従来地下鉄の最寄り駅から徒歩7分から10分程度かかっていましたが、延伸開業により櫛田神社前駅から約3分になりました。またキャナルシティ博多は2011年に開業したイーストビルが2023年5月に閉館する予定となっています。解体後は商業施設やハイクラスなマンションなどからなる複合施設の開発を計画しています。一方、福岡市地下鉄をめぐっては七隈線博多駅から福岡空港国際線ターミナルへの延伸案などが浮上しており、今後の議論に注目が集まっています。このチャンネルでは福岡の再開発状況などを配信しております。今後の活動の大きな励みとなるので、もしよろしければチャンネル登録、高評価をしていただけると大変ありがたいです。それではご視聴ありがとうございました。